皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞公読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきまして大きな画面にしてですねこ,こ記載されている第1条から第7条の文言を一語一句 読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でもね、えー、承諾できないという方ところがありましたら、あなたはこの動画の続きを見ることができません。すべて一語一句承諾できる方のみ、この動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。 令和2年2月20日木曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会、えー、っと今日はです、ねえー、っと何を話すかというと、ですねあの仮想通貨の価格がね朝から大暴落をしてるんですよね、でつい、えー、3日ぐらい前にですね大暴落が始まって、で一旦回復して、ですねこのまま回復するのかなとで、特にモナコインなんていうのは完全に回復してですね。 えー、暴落よりも、ね、高い値段になったんですよね。それで、まあ他の、ね、仮想通貨も全部高値、ね、更新するんだろうなと思って安心してたんですけど、今朝になってです、ね、大暴落がまたスタートしてしまいました。でそのです、ね、原因が、えー、分かりましたのでお伝えいたします。仮想通貨の価格が再び大きく下がってきました。この理由はカルロスゴーンさんが フランス警察によって起訴される可能性が出てきたからですということですね。で、まずはえ価格から見ていきましょう。財布でちょっと確認してみましょうか。はい。財布のですね、上、ホームページ綺麗になったんですけども、そうですね、完全に戻しましたね。一旦まあ、ほぼほぼ上がったんですけどもね。 えー、これは冷やしですね。ビットコイン冷やしですけれども、これ <coughs>、まあ、大暴落してですね。3日前、4日前、5日ぐらい前からね。大暴落して、で、一ったまあ、そこそこ戻ったんですよね。えー、高値が115万ぐらいあったんですよね。それが、えー、104万になってしまってですね。で、まあ、あの、11、<laughs> 1 1万くらい下がって、ね、これのまま下がっちゃうのかなと思ったら、えー、また上がったんですよね。113万まで上がったんですよ。で、このまま上行くのかなと思ったら、えー、今日は朝から大暴落ということで、今106万4000になっちゃって、このまま上行くのか下下がるのかっていう話になってますね。それで、まあ、どっちかなっていうことなんですが、まあ、情報入ってきました。眠についてはですね、えー、せっかくね、眠はお眠から覚めたんですけど、 ま,あまたちょっとね、冬眠に入るって感じですね、これね、ちょっとまずい状態に入ってきました。そしてですね、もう心が折れそうですね、モナコインは、えー、あんだけね、えー、勢い良かったんですけども、5、うん、日前の大暴落を気にせず大、大暴落したんですけども、がっつり下がりましたね。 はいモナコイン、破れたりって感じですね。まあ、とにかく仮想通貨はこのボラティリティってこの1日のね、振幅,幅が大きすぎちゃうんでね。FX、仮想通貨 FX ってあるんですよ。ビットコインだけじゃなくて、あの、なんか他の通貨もね。DMMFX とかでやってるんですけど、それでやるともう大体失敗しますね。 でこれビットコインキャッシュなんですが、まあちょっとね散々な状態になっちゃって、まあそこね安値切り下げていくかなっていう状況になってますね。4万2000円です。はい、そして、えー、イーサリアムなんですけども、イーサリアムもまあまた戻し、えー、もう落ちてきてますねこれもね。 まあ復活ね、あのー、暴落してから完全に復活したように見えたんですが、今朝になってね、大暴落して28,900円になってますね。あと大、えー、重要な <coughs>、あれ見てみましょうか。リップルですね。リップルはビットバンクで見ます。はい、ビットバンクで見てみましょう。トレードで。 まあ、ひどいもんですね。ビットコインもね。リップルもですね、1、そうですね。ここから、これ1時間足だから冷やしにしましょうか。まあ、1、38円まで行ったんですよね。そして大暴落してしまって、29円まで行ってですね。で、また上がってくる直前でまた暴落してしまったと。で今、30円77銭ですね。 えまた20円台に戻っ,ってしまうのかという状況に陥ってます。でこれはなぜかということなんですが、えー、こちらですね、このカルロス・ゴーンさんがですね、まあ、日本から飛び出してですね、えー、外国に今、避難してるんですけれども、フランス検察がですね、1年前からカルロス・ゴーンさんのことは捜査してたと。 そして、このカルロス・ゴンさんのそのフランス検察の結果ですね、捜査の結果、えー、これは、えー、けあのまあ、裁判するよというような、ね、状況に陥ったっていうことなんですね。例えば、共同通信の内容で見ると、今日のね朝の。 5時54分に配信されてるんですね。まあ、報道発表す、報道解禁されています。で、パリの共同通信なんですが、フランス検察当局は19日、自動車大手ルノーの前会長、カルロス・ゴーン被告が会社資金を不正使用したえ疑惑に関し、会社資産乱用や背任などの疑いが強まったとして、より権限のある予診判事に捜査の指揮を委ねたと発表した。捜査は着手から約1年を経て本格化すると、 いうことでまた本格捜査、まあ、がまた続くってことなんですが、えー、また、フランスでもやっぱ逮捕されちゃうんだねということなんですね、これね。発表によると、犯罪の疑いがあるのは、ルノーから中途オマーンの販売代理店への不審な支払いや、ルノーと日産自動車の企業連合統括会社が被告の個人的利益のために行った疑いのある数百万ユーロの支出。 えー、l をした会社資産に関してのマネーロンダリング、資金洗浄を行った疑いも指摘したということであってですね、まあ、かなり、あの、内容は、まずい状況になってますね。反社会的勢力と結びついてるのじゃないかといったですね、内容も少し、垣間見れるということですね。これも一緒ですね。ロイター通信も同じだと思います、内容がね。ちょっと読んでみましょうか。 フランス検察当局は19日、自動車大手ルーノーの前会長、カルロス・ゴーン被告が会社資金を不正使用した疑惑について、容疑者の拘束や国際停配などの権限がある予診判事に捜査の指揮を委ね、本格捜査を開始すると発表したと、えー。パリ近郊、ナンテル検察は昨年からゴーン被告が妻のためにベルサイユ宮殿で開いた宿営の費用などをめぐり捜査を進めていたと。 今後は余震判事がルノーや特定の人物に絡む複数の疑惑を捜査する関係数によると特定の人物にはゴーン被告が含まれる検察によるとルノーとオマーンの販売代理店の間の資金の流れや旅行及びイベントの費用に関して不正が疑われているとゴーン被告の弁護士ジャン,、えー、ジャン,ジャンイブ・ルボルニュー氏はロイターに対し 弁護側の主張を説明する機会が与えられるのを歓迎するとコメント。捜査資料の解除をやっと受けられることになれば、その後に余震判事に対して我々側の説明を行うと述べた。えゴーン被告は日本で金融商品取引法違反などの罪に問われ、保釈中にレバノンに逃亡、これまで繰り返し、不正を否定している。フランス検察はゴーン被告が2016年に開いた妻の誕生パーティーの費用としてルノーの資金と認識している。 われたたかかどうかについてて進めてきたと、えー、被告の弁護団はこれまで不正はなかったが誰が費用を負担するかについてベルサイユ宮殿側とパーティー企画者との間に誤解が生じていた可能性があると述べている司法数字によると2014年にベルサイユ宮殿に開かれた日産ルノー連合の15年執念を祝うパーティーも捜査対象になる見込み、えー、ゴーン被告は1月の記者会見でパーティーに招待されたゲストの大半が被告の言う 人と親戚だったとの疑惑を否定し取引先が招待されたと述べているパーティー費用はオランダにある企業連合の統括会社ルノー・ニッサンが負担したルノーはゴーン被告に関する社内調査を行っており昨年調査で得た情報を警察に引き渡していたということでございましてえー、っと、まあ、やっぱカルロス・ゴーンさんちょっと、うん、部が悪くなってきたなと よいうような、あのー、状況でですね、えー、この情報が解禁されたことによってですね、えーまあ、ビットコインをはじめとした仮想通貨は全般的にですね、まあ、今朝から値を下げているということでございます。<laughs> で、なんでカルロス・ゴーンさんのね、カルロス・ゴーンさんの逮捕と仮想通貨の価格の下落とですね、結びついているのかということはですね、 え何回も、えー、今まで、ね、何回も述べている通りでございます。過去のね、私の動画を見ていただければと思いますが、まあ、昨年もですね、ここですね、カルロス・ゴーンさん、昨年のその前か、2018年11月 12, 12ですね、カルロス・ゴーンさんが逮捕されたということで、一方でですね、50万、えー、っと、これビットコインなんですけども、 えー、2018年11月11日ですね、誰もが覚えてますが、70万円あったビットコインが一気に、えー、60万円になったと、10万円下がって、でその後ね、横横だったんですけど、すかさずです、ね、62万円ぐらいあったビットコインが、ファーウェイの、ね、副会長の身柄拘束というカナダでの、ね、身柄拘束という一報があって、まあ、一気に39万円ぐらいまでね下がったというですね、この。<coughs> えー、カルス・ゴーンさんとファーメイの副会長の、えー、人,事人事におけるですね、えー、情報、ニュースがですね、えー、仮想通貨の価格に直結してるんですよね。でその理由につきましては、私のですね、えー、YouTube 動画の過去の動画を見ていただきたいと思います。それまあ、もし分からなかったら、まあ、個別に LINE で。 えー、お問い合わせいただければと思います。あとですね、まあ、ファーウェイにつきまして、ファーウェイですね、ファーウェイにつきましても、ちょっと昨日ですね、えー、ニュースが出てましたね。これは Yahoo ニュースなんですけどもね、すごくいいですね、Yahoo ニュースね。で、 まあ、あの副会長の逮捕の件についてはまだ保留中だと思うんですけども、ファーウェイの訴えが棄却されてるんですよね、これ、昨日ですね、え昨日の9時20分とか、昨日の午前中、2月19日中にですね、報道解禁がされてまして、えー、ファーウェイ、米国とと米当局批判、ファーウェイ敗訴、米地裁 排除違憲との訴えを認めずということで、まあ、ファーウェイの製品をアメリカ政府がまあ使わないと、えーこ、それはなぜかといったらあの、スパイの情報が、ね、漏えいする可能性があるからということで、えー、アメリカはですね、中国製のファーウェイ,ファーウェイのです、ね、使用を禁止するというですね、あのー 条例を出したんですねアメリカ政府が。それに対して、まあ、ファーウェイがこれはあの違法じゃないのかということで、えー、テキサス州の連邦地裁に訴えを起こしてたんですけれども、これは、まあ、却下されたということで、まあ、この件もあってですね、えー、仮想通貨がかなり下がってきてですね、ま,あ、またこのままですね、えー、私が、 計算した通りですね、ビットコインが48万円までね、下がる可能性がちょっと出てきましたね。あのくれぐれもね、皆様におかれましてもあ、お気をつけください、ビットコインですね、ちょっとこのまま下がっていっちゃうかもしれないですね。あの、あくまでも仮想通貨投資は投資なのでね、えー、余剰資金でやらなければいけません。かあのか 株でも為替でもね、先物でも仮想通貨でも、えー、投資、えー、相場の投資なんでね、投資は余剰資金でやらなければいけないので、余剰資金っていうのは、まあ、毎月のお小遣いの10分の1程度と考えていただいて、えー、いいと思います。なので、毎月のねお、お小遣いが1万円しかない人は、毎月1000円だけね、 仮想通貨とか株とか FX で投資するということでございますので、まあ、1000円ぐらいならね、まあ、なくなっちゃってもいいかっつって、笑ってごまかせますよね。笑ってごまかせますよね。それが重要なんですよ。これ真剣にやってね、あの借金してまでやるっていうのはよくないですね。あの大体いい99.9%は、えー、この、 負けると言われてますからねねこの相場では、ねうん、上に行くか下に行くかしかないじゃんって言うかもしれないけど上に行きながら下に行きながら上に行くし上に行きながら下に行くんですよねだからほとんどの人は勝てないですねでこのトレンドラインペランドフラッグのトレンドラインを割り込んでまた下入ってきたらもうあの下ですねはい底なし沼にここまで落ちますね52万円ぐらいですかね今,今の底値がね ビットコイン52万円ぐらいまで落ちる可能性が出てきているということですね。52万から53万の間ですね。はい。皆様十分にお気をつけてください。それではね、今日は、えー、仮想通貨の価格がどうして下がっているのかについてお話ししました。引き続きね、今日は、えー、もう一本動画を作ります。その動画は何かというと、新型コロナウイルスのですね、感染抑止のために、えー、何がいいのかについてですね、 お話し,します。私、よく知ってるんですよね。最近についてはね。では、失礼いたします。